皆さんは3年前に熊本で起きましたえ熊本地震震度7を2回襲うというとてつもない地震を受けたことを覚えていらっしゃると思います。でところがですね25年この見てみますと巨大地震というのは毎約毎年日本全国どこかで起きていますこの巨大地震というものをいつどこで起きるのかっていうことを考える地震学というのと別にですねそれに耐える建築を作るという建築の中での構造の学問があります。 建築の中ではそういう地震が起きたとしても人の命それとその財産を守らなければいけませんですからそのような財産命を守るためにどのような建築が良いのかっていうのが、えー、日々研究されています地震はですね起こる場所あるいはその起こる地,地盤ですね硬さであるとか建物の揺れやすさとかっていうそういういろいろな現象を総合して初めて被害が出る出ないっていうのが決まります ですから建築の中でですね設計通りに建てられているという建物でもその地震によっては被害を受けることもありますしその時に被害を受けないことも多々あります。で地震の中でに対してですね建築では3つのやり方によって被害を抑えようという方法を編み出しています。つつ目がが耐耐震震震ですすね耐震今皆ささん聞いいたこととあると思いますでもう1つが面震さらに静震 まず耐震ですが耐震というのは骨組みによって地震震エエネネルルギギーーをを吸収あるるいいはは発散させることとです面震というのは特別な装置を組み込んでその中で地震動が建物に入らないように、まあ、入る以前に阻止してしまうという方法で最後の静震というものですけど建物内に入ってきた振動を特別な装置で抑え込んでしまうそういうような3つの方法によって巨大地震に耐えようということを考えております。 で地震に強い建物というのはこちらに挙げたようなそのようなものが、えー、と地震に強い建物とされています中でも平面的に立面的にバランスの良いつまり骨組みのバランスの良いというのが重要ですもし偏った建物であれれればねじじが生ててそれで倒壊してしまいまいすですが人間の知恵というのはまだまだでしてやはり設計通り建てられた建物でもあの大きな被害を出したものがありますそれがこの例なんですけど。 設計で想定した体力に達する前にですね、破断を起こしてしまったと、そういうような事例がございます。まあ今後ですね、南海トラフを震源とする大地震というのが起きることが想定されていますので、それに対応する建物を建てるということを皆さんと力を合わせて考えていけたらと思います。